はい、速稼塾の久保です。今日の暗号通貨ニュースなんですけども、あのイーサリアムのロンドンアップデートが終わりましたね。で、価格はまあ申し上げた通りぐっと上がってきてですね、そうですね、20万前後うろうろしてたところが今30万前後にまで10万円ほど上がったってことになります。まあ、今回はね、非常に分かりやすかったんじゃないかなと。要するに送金手数料が安くなるよ、だからイーサリアムの流動性が上がってくるよということで、あのデファイのね、出だしたこの時代に最もストライクした好材料だったんじゃないかなと思います。ただね、利確しないと利益にならないですからね。ですんで、目標の利益を取れたと思ったら利確して日本円を手にしていただきたいと思います。で、私はまだね、イーサリアムっていうのの潜在力をまだお話してない段階でも数々あるんですよ。で、今回はね、8月のアップデートロンドンについてお話を2ヶ月ほどさせていただきましたけども、お話聞いてね、イーサリアム仕込めた方は仕込めたんじゃないかなと思いますけども、私はやっぱり20万以下で買っとかないともうチャンスはなかったっていうこと、あれがね、もう全てですよ。だから24、5万で買ったところで、もうその含み益っていうのはすごくちっちゃいんで、今は30数万になったところでね、なんかいまいちだなと思うわけなんですよね。というのが、20万円のうちに買えなかったってことは、おそらく資金量がもうね、結構アップアップだったと思うんですよ、そういう方は。その資金量のない状態で20数万円で買うと、本来もっとイーサリアムもたくさん買えたはずなのに十分買えなかったから、利益額もちょっとね、今の価格じゃ取れていけないから決済を躊躇すると思うんですよ。利益は出ているんだけども決済を躊躇する、そんな形になってるんじゃないかなと思います。あのビットコインも一緒で、1ビット100万円を超えちゃうともう買えない、そういうふうなバイアスが働くのは、余剰資金がないとやっぱりね、100万以下の時に買っておけばよかったっていう気持ちだけ募っちゃうんですよね。で、0.1 発注とか 0.05 発注とかもためらっちゃうのかなというところでございます。やっぱりもう購入するタイミングっていうのはすごくあるわけなんですよね。ビットコインなんて何回もありましたし、一時期は200数十万になったものが3、40万まで落ちたわけですから、やっぱその時にしっかりと仕込んでおかなくてはいけなかった。その時に仕込めなくても上昇して100万円前後になるまでに幾度もチャンスがあったと思うんでね。じゃあ将来的にはビットコインがいくらになるのかなってことを、やっぱり他のコインとの相関関係も見ながら予測していかないといけないんじゃないかなと。で、今回イーサリアムのアップデートによりビットコインが引っ張られたような状態になってますから、多分イーサリアムの流動性が上がったのに、つられてビットコインが押し上げられたってことなんじゃないかなと思いますね。ただビットコインに関しても好材料がなかったわけではなくて、結構ね、ビットコインの好材料はね、立て続けにあったわけですよ。最近私はビットコインのニュースを中心にお話したことが多かったと思いますけども、もうあれもそうなんですけどもね。でもなかなか法定通貨としては認められないんですけども、ただやっぱりね、いろんな資産担保にはなってるんですよね。ここにありますけども、週刊仮想通貨ニュースっていう雑誌にあります、イーサリアム大型アップデートロンドン実行、国内取引所にエーダ初上場って、これ結構いいニュースじゃないですか。で、こういうことで暗号通貨が目立ってくると、ビットコインぐらいは買っとこうかなって形でビットコインが釣られて上がっちゃったりするわけなんですよね。で、カルダノの次回アップグレード、アローンゾのテストネットが順調ということで、カルダノエダもこれからものすごく期待が持てるんですよね。この辺はまたカルダノエダのコーナーでお話ししようかと思いますけども、ビットコインに関しましては、米ナスダック上場のデータ管理企業ビットコインのマイニングマシンを大量購入したっていうニュースは、これね、一昨日のことなんですよ。ですんで、この2日間でもさらにビットコインでの価格を上げてると思いますし、イエレン米財務長官が仮想通貨支持派の議員が提出したインフラ法案の修正案に反対したというね、これニュースがネガティブの方に取られますけども、私はこれすごくポジティブで、その暗号通貨関連の法整備に関して前向きになっているってことなんですよ。だから厳しくするところは厳しくするけども、厳しくする反面、やっぱりね、使ってくれってことなんですよね。このルールを守って使ってくれってことなんですよ。ですので、私は好材料としか受け取れないんですけどもね。で、悪い材料があるとしたらバイナンスなんですよ。で、バイナンスの存在が未だに不気味で、でもユーザーは多いわけなんですよ。ただ資産管理の状態をバイナンスに握られるっていうことと、バイナンスがアカウントをロックしたり停止する可能性は非常に私は高いと思ってるんで、油断できないかなと。1日のうちの出勤制限かけたりとかね、それが起きるんじゃないかな、今よりもきつく起きるんじゃないかなと思ってるんですけどね。
であと仮想通貨のリスクっていうのがあります。まさにリスクを抱えながら投資をするものなんですけども、これもね実は大型アップデート V3 のこの移行日時があります。だからリスクをね、今リスクっていうのは価格がそんなに高くないですから、リスクを仕込むのはいいと思いますよ。リスクいくらぐらいかな、ちょっとすぐには見つかんないですけどもね、多分ねそんなに高くないんですよ。見てみましょうか。リスクはコインチェックの見え柄で見ることができますけども、今ね1リスク413円ですからね、500円玉1枚で買えるわけですよ。だからリスクを5万円買っとくみたいな投資もあったりするんですよね。リスクはこれからあれじゃないですか、元の価格を戻してかなり面白いことになるんじゃないかなと思います。まあ、最大値でリスクってね1000円突破してますからね。だから倍を目指してリスクを5万10万買っておくみたいなのもなかなか投資の練習としてはあり得るんじゃないかなと思いますよね。まあそんなとこかな今日はな。でジンフィネットワークって私がね注目してたやつがあってもう忘れちゃったんですけども、結局ね体のエラが当たりすぎるほど当たってしまえば他の通貨がどうなるとあんまり関係なくなっちゃうんですよ。でジンフィネットワーク今 8.64 円で、依頼横ばい状態にありますけども、ジンフィネットワークが10円超えてからが本番ですからね。ジンフィネットワークが10円超えてからのドラマっていうのをそれぞれ分析してみて買ってみるのはいいんじゃないですか。その他何があるかな、エンジンコインは50円で上場して、私も50円の時に買って60円で売った覚えがありますけども、今155円ですね。ここで安定するんじゃないですかね。200円前後までは行くことがあっても、まあ100円前後に落ちることはないかなってところです。で ISOT は1円でコインチェックに上場しましたけども、今3円ぐらいですから、まあ3倍になったということですかね。だからこれからは10倍100倍っていうのを狙うよりも2倍3倍っていうのを狙った方が結局は資産が増えるかなと思います。それがまあ暗号通貨の投資かなと思いますね。それで暗号通貨投資はよくよく管理しないと課税のタイミングがね本当に分かりにくいですから、ぜひその辺も計算に入れながら進めていただきたいと思いますね。じゃあ本日は以上です。